ことなんですけど、トレンビートとかを叩いてる時、はい、次にトランジッションを入れて、はい、また戻るじゃないですか、はいはい、そのトランジッションのバリエーションを増やしたいんですよ。ああそうですね、はいはいはい、おすすめというか単純にシンバルを絡めるっていうのはやっぱりかっこいいなと、あの個人的には思ってるんですね、はい、あのシンプルなやつで言うと、例えばシンバルをちょっと増やしてあげるだけで派手に見える、うんうん、例えばシブ音符のタイミングで足を踏みつつ、そこだけ右手をシンバルに移動してあげる、これだけでちょっと派手になりますね。先生、筋はどうですか？筋硬いでください。でも1年でこれだけ叩けるんだったら、うん、とてもいいと思います。あと特に今のこのシンバルの移動とか、これ前からこうやってやったことあります？いや、これはやったことないです。ないですよね、はい、なのにこうパパッとできちゃうのはかなりいいと思います。ありがとうございます。やった、褒められたというわけで、ここからはできるとかっこいいドラムソロのフレーズを教えていきたいと思います。はい、はい、先ほど、はい、スネア、バスドラというフレーズをお伝えしました、はい、これができるようになったら、あとは左手をハイタム、右手をスネアとフロアタムにして移動をしていく、つまりこういうことです。ゆっくりまずやってみましょう。はい、ああ、超もどかしい。かっこいいドラムソロのための第一段階です、はい、まあ、もちろん今のやつをただ速くしていくだけなんです、はい、速くするとこうなるんです、はい、っていう風になっていくんです。現段階では今の練習をちゃんとやりつつ、ただ速い練習もしないといけない。そうです、うん、なので速い練習の仕方としては、今右左考えてましたけども、はい、右左をちょっと早めに、そうです、で叩くって思って、でその後すぐに足を入れる。足。ジャッ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 。道のりは長い。ただ例えば今やったこの動き、すごいように聞こえるんですけれども、右手だけで考えたら、右手って。その3つがそれぞれバラバラのタイミングになっているから音が多く聞こえるだけであって、それぞれは早くやっていないので、なので頑張ってこの一つ一つの動きを早くするっていうことではないんです。ないんですよね、うん、だから派手に見せるときには今の動きをどん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 いいタイミングでやっていくと、はい、かっこよくなります。うわー、いやでもやっぱり伸びしろしかないですね。私伸びしろしかないです。もうこっからどんどん伸びましょう。先生ぐらいになると、例えばドラムソロって一番マックスどれぐらいできるものなんですか？見たいです。じゃあ試しに、じゃあその武器でパッとやってみますね。はい、お願いします、
私にも動画くださいね。教材としてです。はい。これぐらい僕ぐらいドラムが叩けるようになると、まあ、こんなこともできるようになっちゃうんです。何ですかそれは。じゃあ今から持ってきます。はい、よろしくお願いします。何だろう、何が出てくるんだ。ええ、アンパンマン出てきたよ。アンパンマンドラムというわけでこれです。これですか。こうね、2バスセットとして、はいはい、ドラムを演奏するという。なんでこれを買ったんですか。これはあの動画をちょっと出そうと思って、はいはい、これを使って、まあ、アンパンマンのドラムなんでアンパンマンマーチを叩こうかなって思ってちょっと動画を作るためにこれ買ったんですよ。どっからそのアイディアが降ってきたんですか。じゃあなんか適当に叩いて、はい、はい。どういうことですか。いや、あのこれがハイハット兼シンバル兼ライト。あ、そうですそうですそうです。難しいですこれ。ああ。いや、これよく届けますね。姿勢がね、ここら辺を叩くときは。足を閉じるんです。でここら辺を叩くときは足を開くんですね。はい、忙しいですよ。技術が必要になってくる。いいもの見せさせていただきました。やってみようと思いました。ちょっとそれは思わないです。それでは最後にあの簡単にできるドラムソロの、まあ、作り方ですかね、はい、を伝えていきたいと思います。お願いします。でただ新しいものを練習するってなるとやっぱり時間がかかってしまうので、はい、今長里さんができるものの中でドラムソロを作っていきたいと思います、はい、ちょっと得意だなと思うようなフィルイン1種類でいいです。まず教えていただいてもいいでしょうか。こんな感じ。はいはいはい、はい、いいと思います、はい、いいと思います。残り2種類、じゃあ他に何か得意なものありますか。いいと思いますよ、はい、最後に3種類目、静かなものもしくは派手なものどちらか何か思いつきますか。できるものでいいです。あ、いいと思いますよ、はい、でこれで今3つの部位ができました、うん、この3種類をさっき言ったようにドラムソロの A メロ B メロサビに見立てて構成を作っていくんです、はい、もう本当に好きなタイミングで切り替えていってもらえればいいんですけれども、ただ気持ち的にだんだん激しくなっていくと思ってやってください、はあ、うまくいかないんですよ。でもさっきより良くなりますよ。ドラムソロってなると、はい、結構一番の敵は焦っちゃうことなんですね、はいはい、うん、なので特に今多分ちょっと苦手だなって思ったフィルとかあるんですけど、はい、そうですね、あそこは本当にまずゆっくりからとか始めてあげた方がやりやすくなるはずです。ありがとうございます。今から5分間あの自由練習タイムするので、はい、50分になったら最後、はい、おーすごい。すごいプレッシャーじゃないですか。本番ですね。本番があるんですね。超緊張する。では参りたいと思います。聞いてください。うん、よくできたと思います、うん、でももっと練習したいですね。どうですか、緊張しました。いや、緊
緊張ですよ。こんな先生に見られてやるなんてもう確かにそうですね。ものすごく緊張します、やっぱり。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いかがでしたか、こうドラムを 習うということを。あの細かいところまでそのスキルだったり、はい、いろんなことをやっぱ教えてもらったので、はい、ここからなんかさらにこう練習、さらに練習してってもっと上手くなれるような気がするっていうイメージが湧いたので、あ、素晴らしい。ものすごく楽しかったです。あ、それは良かったです、はい、ありがとうございました。僕もですね、はい、あの YouTube チャンネル持っておりまして、はいはい、台無しドラムチャンネルっていう。台無しドラムチャンネル、はい、そちらもね、あの、まあ、もしよかったら登録していただけたら嬉しいと思います。私は登録いたします。これから登録いたします。ではいいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今日は長里ゆうきドラム道を、台無し先生と一緒にお送りしました。ありがとうございました。